人生の壁とかですね、自分の壁、壁って言ったらどんなイメージですかって。僕はもう間違いなくこういう壁。うん、進もうと思うんだけど、なかなか分厚くてっていうイメージですね。こういうふうに思っていました。というか、今でも思うこともあります。で、成長したり、また目標達成したりとかするために、その壁をどうしようとしますか超えなきゃいけないよなとか、打破しなきゃいけないよなって思いますよね。 なので、こうやってぶち割ってやるか。で、僕も思って一生懸命やって、あいつが壊れる前にこっちが壊れました。<laughs> 自分の方が。はい。でも、あとちょっと、あとちょっとのところで無理だってこう、諦めてしまう。っていうことってありますよね。これがあとちょっとだよって見えたら絶対諦めないんですよね。 でも見えないので、見えないとやっぱこうなってしまうと。打破しようとしたりとかするし、それだけをやるとですね。目的っていうのを、これを失ってる状態だと思うんですよね。例えばこういう目的を失うと、実は上と下にあったのに <laughs> 通り過ぎちゃうみたいな、この目標を達成するため、または今の行動をずっと繰り返すことが目標になったりする場合もあります。僕らが、私が多かったのは、 一時期ですねセミナーとか勉強会みたいなのに行くこととで学ぼうとしてたのに今度は行くことがも目的に変わっってるんですよね行った後どうしようかっていうのじゃなくて行くことがもう行ったらすごいっていうよくわからない感覚っていうのはこれは誰にでもあるんじゃないかなって思ってますし僕もよかったし僕の後輩も結構な,なってました。 で、言いたいことっていうのは、問題があるっていうことですよね。で、問題があって、何とかしたいことがあると。その問題を解決したいっていうのが本来の目的ですよね。で、うまく話せないっていうんだったら、言いたいことが伝わって相手、相手も自分もハッピーっていうような状況になりたい。自分の感情がうまくいかないとか、コントロールができないっていうことだったら、自分を認められて楽に生きたい。これが ありたい状態ですよねそこの今行けてない状況っていうのを壁だと言ってるわけですよね。それって考えた時に1人じゃ難しいんですよ、これ。あなたが目の前に感じてる大きく見える壁は、本当はあなたが望む人生で満ちあふれている希望の扉だったらどうしますかっていうふうに言った人がいたんです。いやー面白いと思って、どう見ても壁って <laughs>、僕は思ってたんですけど、今でも <laughs>、その時も。 かっていうふうに言った時点で壁っていうものに気づいたらすでに開けようとするんじゃなくて開いてるんだよっていう人がこの人はそういうふうに言ったんですね。うわこれは新しい価値観だなと思ってどういうことかなっていうふうにして僕の考え方がゴロッと変わりました。 壁は私が本来いる場所への扉。本来私はそっちにいてそういうふうにいたいんだから、今が違うとこにいる。早くその門を扉開けていきなってま。まず、問題があるっていうことを解決したい状態っていうふうに言葉を変える方がいいと思います。頑張ってもなかなか成果が出ないっていうんだったら、やりたいことを実現したいんだね、僕は。腹回りして仕事や恋愛も苦しいってあ、あ自分の人生に自信が持ってて、 えっと幸せに生きたいんだっていうふうに思ってるんだと思えばいい。別にこっちを変える必要はないんですよ。この状態を。先のイメージだけを変えればいい。このままでいいのか不安になる。ああ、認められたいんだ。心が少し楽になりたいんだ。まあそういうふうに変えていく。で、こういう時に必要になってくるのが、自分では分からなくて、こう思い込んでしまってたりとか。いう時に振り返ったり。 コーチングしてもらったりとか、でそこで気づいたりとかで、自分の理解が変わったりとか、そして本当に自分が思っている思いに気づくっていうことが大事なんですね。これ、前回コミュニケーションって話をしたときに、自分のことが一番自分が理解できてないし、本当に思っていることっていうのが本当に自分が分かってないんですよね。なので、こういうところにも関連してくるんです。なので、 前回コミュニケーションでやった中身、そもそも論のことについて話をさせてもらって、今回目標設定、目標達成って言ったときにも、そういう自分の状態っていうのが影響するし、今度次の回でキャリアキャリア,アップとかって考えたときにも、もろに前回、今回が関連してくるんですね。僕は人生を好転させる秘訣目標設定して、 達成するために秘訣があるとしたらそれは正解を探すんじゃなくて自分がみ選んだ道っていうものを将来的にあれが正解だったねって言えるように動けばいいと思うんです。なのでよくしようと思ってやってるっていうよりはその設定さえうまくいってその自分のその設定を継続していくっていうことをうまくいかなくても正解になるように選べばいいよって思ってればそれを他人にやれるようになったらそれが患者さんだった。 家族だったら、子供だったら、大事な人だったらっていうふうになると、一緒にそれが達成できる、願いが達成できるための設定とプロセスを歩んでいけると思います。